渡瀬恒吉昭和19年10月14日は、日本組合キリスト教会の牧師、宣教師、牧師の千葉正を渡瀬朱一郎の実刑であり、牧師三兄弟であった。第1回組合教会大会新牧会と、朝鮮人牧師伝道師日本組合教会第1回朝鮮大会内、朝鮮人礼拝慶応3年、熊本藩の八代の武士の子として生まれた。 徳富祖法の大江義塾に学ぶ。18歳の時に八代組合協会で洗礼を受けた。その後、小学校の教員を経て、海老名男女が校長をしていた熊本絵学校に招かれて国語を教えた。これ以来、海老名の忠実な教え子になった。その後、日本キリスト組合協会の本郷協会の牧師を経て、1899年に大日本海外。 教育会の経営する朝鮮の形状学童の道長に就任した。この学校で約10年間日韓融和を目指す教育のために尽力した。明治43年の日韓併合の後、朝鮮総督府より莫大な資金援助を受けて朝鮮伝道を繰り広げる。明治44年には形状と平壌に協会を設立した。大正2年に形成者より、 朝鮮教家の急務を出版し、朝鮮併合は、日本が、世界の大勢に順応した結果である。東洋の平和を永遠に保障するため、日本帝国存在の必要と同時に、朝鮮1500万民衆の幸福を懸念した結果で、あるとした。昭和9年に、日本神学の提唱で、古事記と聖書の内容は同一であると主張した。昭和19年、朝鮮の宮城で死去した。 中村2011年30から31ページ中村里氏日本キリスト教宣教師命の言葉者ありがとうございます。